はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、こちらの記事ですね。1年前は、親密スリーショット、安子への暴言寛容、A マッソかのも、フワちゃん級のソース感聞きだーって、芸人界も怒りの裏側ということで、フワちゃんの問題投稿騒動でですね、実は黒枕なんじゃねえのかーっていうことで、A マッソしのし、まあ、仲のいい芸人先輩がですね、今注目を浴びてるわけなんですよね。まあ、元光もその この件については話してきたんですけどこの A マッソ悲し子芸人でフワちゃんは活動休止したのにこの人はねもう一切この話に触れずにですね能々と芸人としての仕事生活をしているわけなんですよね、まあ、だからこの人にめちゃめちゃ批判殺到してるわけなんですよまあただ黒幕なんじゃないのかっていうような暴露があって で芸人たちもね、ブチ切レ状態らしいですよね、芸人界から。まあ、芸能界から追放されるんじゃねえのかっていうような話になってるんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まあ、フワちゃんと仲良かったこの A マスソの加納っていう人になるわけなんですけど、お笑いタレントのやす子が、8月31日と9月1日に放送された、24時間テレビで全国の児童養護施設に、 キンマラソンに挑戦し80キロ超えを完走その募金額は4億3801万4800円と一人で2023年の募金総額8億4805万9341円の約半分を集めたことノーギャラで走ったことも明らかになり詳細の声が寄せられているとヤス、まあ、子氏にねでそんなヤス子に対しフワちゃんが不適切投稿を行った騒動から1ヶ月が経過しようとしているが同問題はいまだにくすぶり続けてい いるとまあ、こうした安子氏に注目が集まれば集まるほど対照的にねフワちゃん側にも、えー、目がいくわけですよねで事の発端は8月4日や子のや子オリンピック生きてるだけで偉いのでみんな優勝ですという X のポストを引用しフワちゃんが不適切な投稿をしたことだったフワちゃんは8月8日に謝罪文を X にポストしましたが問題の投稿は進行の深い A マスソカノさんトンツカタン森本さんとの旅行中に起きたという経緯もその謝罪文内で説明していましたということ まあこんな感じでインスタ当時ね今旅行ですっていうことで投稿していましたからねでフワちゃんは X にたびたび狩野さん森本さんとのスリーショットを投稿していて約1年前にはタクシーの後部座席で撮影したフワちゃんに持たれる狩野さんと森本さんとの仲良しショットも話題になりましたということでまあこの3人も仲いいんですけど今回黒幕だーって言われてる狩野さんに関してはものすごく仲良くてこんな感じでね2ショットの写真とか、えー 調べるフワちゃんと A マスとカノ氏はかなり仲が良かったんじゃないのかなと思いますそんなフワちゃんはやすコさんと直接対面して謝罪をしたと言いますが一連の騒動を受けて8月11日に芸能活動を休止すると発表それでも未だに SNS には厳しい声が寄せられていますがここに来てその場に同席していたという加納さんにも厳しい声が上がっていますって 不適切投稿についてフワちゃんは本家の投稿は私自身がしたものでありアカウント乗っ取られた裏アカウントから載せようとしたものではありませんと説明ということでまあ悪いのは自分一人だーっていうねそんな言い分だったんですよねそして投稿当時私はアンチコメントについて話していて偶然目にしたやす子さんの投稿にこれにアンチコメントがつくならといった趣旨で本家の投稿の内容を記載しその場にいた方に表示した画面を見せたところ操作を誤って実際に投稿を 投稿していましたとその場のノリで大喜利のようなことをやっていたとしたと、まあ、勝手に私がやっていたんだとさらにその上で投稿当時 A マスのカノさんとトンツカタの森本さんと旅行中でしたがこの2人は本件の投稿については関わっておりませんとカノと森本はこの件には関係ないと綴っていたしかしですねところが問題の投稿にカノも関与していたと8月31日配信のニュースポストセブンが報じたのだということでまあもともとこれの言い出し 可能だったーったていうようよよなな話なんですよね謝罪文をめぐってフワちゃんサイドとカノサイドが一悶着、ま着、あ、こういういざいこざもあったみたいでニュースポストセブンの記事によるとそもそもヤス子のポストを最初に見つけたのはカノでこの投稿どうなん とフワちゃんに持ちかけ、狩野の後輩であるフワちゃんは先輩からの振りに答えるために例の文章を作成して画面をカノに見せたというと、なのでフワちゃん一人が勝手にやり始めたことではなくて、ふっかけたのはこの A マスとカノ氏だったわけなんですよね。で、その後フワちゃんが誤って投稿ボタンを押してしまい、あの文章が全世界に公開されることとなったと記事では伝えている。で、騒動を受けてフワちゃんサイドは謝罪文を作成したが、その内容をめぐってフワちゃん、カノを森も との所所属事務所関係者を交えて議論が紛糾。特に、狩野から正確な情報を聞き出していなかった、彼女の所属事務所側がということで、まあ、A マスソっていうと、こちらですね、渡辺エンターテインメント、ナベプロになるわけなんですけど、ナベプロがね、狩野は騒動に直接関係していないという姿勢を崩すことなく、謝罪文に当時の経緯を載せることに難色を示したというと、まあ、本当のこと言うんじゃねえぞーって。結果、フワちゃんが一人でややったこと、 とは無関係だったという形の謝罪文を公開することになったとされると。まあ、なので形上はフワちゃんはねこの仲のいい先輩芸人 今そのにに裏切られるというようよななな形になったわけなんですよね。で、ニュー w ポストセブ7の問い合わせに「カノの所属事務所もこの投稿どうなん?」と「カノがフワちゃんを持ちかけたことを認めたもののカノが書き込みを指示したり投稿を煽ったということはないと確認していると説明ということで、えー、これね「この投稿どうなん?」実際にこの暴露された記事で暴露された内容は認めてるんだけど決して面白がってやらせてたわけじゃねえよっていうことを言ってるんで ですけどさすがにこれで無関係っていうわけにはいかないよね謝罪文をめぐるやり取りについてはフワちゃんサイドから送られてきた文章に事実と異なる点があったため同意できないと伝えたともコメントしていると、まあ、この投稿どうなんてふっかけた言い出しっぺなんですけど私は何も悪くれって言い切ってるわけですねで「ニュースポスト7」の記事にもありますがフワちゃん謝罪後の8月の中旬森本さんサイドが書いたとされる文書がテレビ関係者を中心に出回り、まあ、この上の 話のの話告発っってていいううがが森本さんもう一人人緒にいた人が言ってた言わけですねそこでは森本さんはむしろフワちゃんの行為をやめろと止めようとしたが結果的には止めることができず自分の落ち度もあると反省しているということでしたということでもう一人の森本氏がこの話を全部暴露したとそしてその森本さんサイドが書いたとされる文書と同時に狩野さんサイドの関係者がフワちゃんのマネージャーへ激怒する音声も流れていてそうしたことで芸能界が8月中旬から から再びフワちゃんの暴言投稿の件で騒然としていたんですということで、まあ、これ、音声の証拠とかもあったりするんですよね。まあ、ただの暴露でもないんですよ。謝罪文をめぐってフワちゃんマネージャーに激しい言葉が放たれる場面もと、芸能関係者はこう話すと。 フワちゃんのマネージャーと狩野さんの事務所サイドが謝罪文について話し合いを重ねたそうですが報道通り狩野さんの事務所サイドは狩野は騒動に直接関係していないというスタンスを崩すことはなかったようです加えて話し合いの中で興奮してしまったのでしょうが狩野さんの事務所関係者がフワちゃんのマネージャーにかなり厳しい言葉を放ってしまう場面もあったとそれが流出してしまっているわけですねとただカノさんがこの投稿やすこの投投稿稿 と持ちかけたことは事務所サイドも認めている不適切投稿はフワちゃん1人によってされたものではなく加納さんも無関係ではなかったということそして森本さんは止めようとしたものの2人のやり取りを止められなかったといったことが明らかになりつつあるということですよねって。 まあだってさ、この彼シが、この安子氏の投稿、安子オリンピック生きてるだけで偉いのでみんな優勝ですっていうのを見つけて、特に何の変哲もないのに、えふっかけてどうなんって言ったわけですよね。まあ、そしてフワちゃんがこういう投稿を書いたわけですよね。まあ、これで悪口を書かせる意図がなかったというんであれば、彼シがここの時点で注意をしてるはずなんですよ。お前何書いてんだよって、すぐ消せよとかってなるわけですよね。そうじゃなくて、その二人がやり取りをしてて、森本さんが止められなかったと いう話なんであればカノさすががに無、まあ、無関係っていうのは無理があるんじゃねのかって話ですよ、ね、カノさんが投稿するように指示したりあおったりはしていないのかもしれませんがカノさんとフワちゃんはかつて同じ事務所の先輩後輩という関係にあった今もカノさんはフワちゃんの先輩ですし先輩からのふりに後輩のフワちゃんが答えるというノリや空気感がその場にはあったのではないかとも言われていますねということで、まあ、黒幕可能なんじゃねえのかっていう 言われてるんですけど、まあ、ただフワちゃんがじゃあしょうがなく投稿したよねっていう話にはならないんでフワちゃん自身がどれだけ悪いことをしたかっていうのには変わりはないんですけどそれにプラス彼女も関わってたんじゃないのかということですよね A マッソカノは芸人界からもソース感だーっていうことで、まあ、周りからソース感食らってると不適切投稿によってフワちゃんは芸能界から事実上の退場処分状態にって、まあ、今活動休止してるからね9月7日放送のの有吉の夏休み 24、密着77時間 i n ハワイの公式サイトが8月31日に更新されフワちゃんの今回の不適切な投稿を受けましてフワちゃんの出演部分を編集して放送いたしますと注釈が掲載されたさらに出演者一覧からフワちゃんの名前が削除されたほか出演者たちがはしゃいでいる様子の写真からもフワちゃんの姿は消されてしまったんだーって。 まあそれがこちらになるんですけどこんな感じで本来の写真にはフワちゃんがいたはずなのにこのフワちゃんがですねこんな感じで編集で消されてるっていうような話だったんですよねすげえな技術っていうような話なんですけどそんな中今回の騒動とは無関係だと装っていたにも感じられる状況の狩野さんにも厳しい声が寄せられてしまっていますねということで、まあ、フワちゃんに私のこと話すなよっていうような、ね、事務所の対応だったわけなんですけどその後 普通に今まで通りに SNS の更新をしているという感じなんですよ。もちろん批判は殺到していてですね、それぞれの投稿に、えー、いろいろコメントがついてるんですよね。X 民が押し寄せてきますよって、初期対応を間違えるとって、この投稿どうなんて聞くの、人間性はどうなんて批判殺到してるわけですね。他の投稿にも、事務所が決めた対応なのは想像つきますが、今のご時世、古虫は悪手だと思いますよって、なんで無視してんだよっていうような声だとか、えー、こんな感じでね、めくれたなー 結局逃げきれなかったですねとか、まあ、今回のフワちゃん投稿に関与したぞっていうような話が暴露されてから非難殺到してるわけですねク X にはこれが真実な黒幕も何も一緒になって悪ふざけしてる時点で2人ともアウトだーって今は普通にフワちゃんよりも A マスとカノの方がきついぞって、まあ、A マスとカノ氏に関してはもみ消そうとしてたわけだからね会ったんなら A マスとカノめちゃくちゃ悪いなーっていうふうにね言われてたりなどカノへの批判が多数より 寄せられているテレビ界の制作陣からも今狩野さんを使うのは厳しいという声さらには芸人界からは怒りの声も上がっています相方の村上さんは他の芸人ともいい関係にありますが狩野さんはもともと芸人仲間からの評判もあまりいいものではなかったですからねということで、まあ、この彼女ももともといいように思われてなかったと基本的には狩野さんは自分は面白いんでというスタンスですし特に結婚を隠していたことに芸人からも はあといいう声が出ていましたね結婚を報じられた際には不機嫌な感じでしたし結婚を隠すなんてアーティスト気取りかよという意見が上がっていましたもちろん狩野さんには公にしたくなかった理由があるのでしょうがとそして今回の一件では無言を貫いたことでフワちゃん一人をある者に仕立て上げようとしたと見えてしまい芸人界隈ではさらに狩野さんの株が落ちてしまったようですそりゃそうだよねまあ形上裏切ってるわけですからあの視聴者以上に芸人界隈 かららしたななあいつってなりますよねカノさんにはこれまでも芸人とのトラブル疑惑や不適切発言があったりもしましたからねって過去にもいろいろあったぞって掘り返されてるわけですね金太郎を蹴った大坂なおみ選手へのひどい発言とかつて A マスソは松竹芸能に所属していたもののカノが売り出し中の金太郎を蹴ったことでクビになったという噂もあったということで他の芸人を蹴ってるとこの噂についてカノはあれはネタですと笑い飛ばし オーディションでの態度が悪く社員から辞めてもらっていいと言われ売り言葉に買い言葉で辞めたというその当時同じ松竹所属の金太郎がブレイクしていたので「金太郎を蹴って辞めました」というエピソード投稿をしていたと明かしているとまあ面白いエピソードとして話してるみたいなんですけど、まあ、ただテレビとか映ってないところで芸人を蹴ったっていう話って全然笑える話じゃないと思いますけどね2019年9月エーマスが漫才の中でテニスの 大なおみ選手へのひどい言葉を発し、狩野さんが笑いと吐き違えた最低な発言であったと、今更ながら後悔していますと、謝罪文を出したこともありましたというひどいことを言ってたりもしたんですよね。まあ、これ何かというと、こちらの記事に書いてあって、2人には漫才の中で大阪なおみに必要なものはあって、漂白剤、あの人日焼けしすぎやろうとやり取りしたとされる、まあ、これがひどい言葉だと、えー、大炎上して謝罪文を出してで、ネタだと言いますが、金太郎さんとのエピソード、大阪選手 選手への一見さらに今回のフワちゃんとの騒動と狩野さんはこれで3アウトになるのではないかともお笑い界では話をされていますフワちゃんは芸能界から完全追放となった感じで暴言投稿騒動に関与していた狩野さんにも仕事を振るのは極めて厳しいという状況ですからねっていうことでまあ、完全に芸能界から追放されそうだって言われてるんですよただ狩野さんは脚本や小説の才能が評価されていますから演者以外でもやっていけるのではないかと言われています 言われていますし今回の騒動を受けてそちら方面にシフトしていくのではないかともささやかれていますねっていうことでこれでうまくいくのかこんだけバッシング浴びててカチュのカノは8月31日から9月8日まで東京 FM ホールで上映中の舞台月間根本修子第19号共闘者に出演中だってカノさんにはこの舞台の仕事まではしっかりやりきりたいという思いがあるようですふわちゃんもそうですがカノさんもかなり反省しているようですそして今回の報道を受けて SNS を中心に批判が殺到していますから舞台終了後にでも何かしらの声明を出すかもしれませんねフワちゃんの不適切投稿が発端となった騒動はまだまだテレビ界や芸人界に波紋を広げていきそうだってまあ投稿したフワちゃんはもちろん悪いのは変わらないんですけどまあそれを一人に押し付けて私は無関係ですという立場を取ってそれが暴露されたということであればそりゃ A マッソ彼女もね同じように芸能界から干されるっていうのは全然おかしい ことではないですよね。ということで、芸能界から追放されるエマッソカノアっていうようなお話でした。ネットの意見もね。ちょっと見ようと思うんですけど、エマッソを正直散歩で初めて見て知ったけど、その時から苦手だったって。ケーキ食べた感想で普通ってそんなこと言ってたろ。よくこんなつまらない。ひどいこと堂々と言えたもんだと引いてしまったよ。失礼すぎる。有吉さんは怒る気にもなれないね。と呆れていた。本当にそうだって言われてたり。他にはエマッソのカノさんは今回の件とは全く別件で。こ ここ数ヶ月ぐぐららららいい見たらめちゃくちゃゃくくることが多くてななののかかかマジなのか分からんぐらいだったんだだよねだから別の意味で大丈夫かと思っていたのでいずれにしても少なくとも休んだ方が良さそうだなと思ったと逆に心配する声が上がってたりね他にはこれが本当だとすると A マストかのは投稿のきっかけを作ったことになりロワク趣味で最悪の印象それ以上に後輩の不安一人を社会的に抹殺して自分は渡辺の方針通り何も語らず芸能を 芸能生活を続けていること自体が精神衛生上良くない今後も笑顔で出演し面白いことをやり続けるほど加納さんはメンタル強いのかーって言われてますねいやそうだよねこんだけ批判殺到してる中普通に生活仕事していくって、まあ、メンタルやべえだろっていうような話ですよねまあ超仲仲のいい芸人仲間を裏切って 見てでもこの生活をしてるっていうのは相当やばい感覚なんじゃないのかなって思いますけどねまあフワちゃんがね今回問題投稿したわけですけどひどいことをするっていう話の上ではルイは友を呼ぶようなそんな話なんじゃないのかなと思います仲いい理由が逆にわかるよと思っちゃうんですけどねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました